ザトド9213から9214型蒸気式ロータリー除雪車フェロースイスとはスイスのクラモン号に存在する鉄道模型メーカー精密ブラスモデルを供給するインポーターであり1979年に最初のレティッシュ鉄道のマレー機 G23 プラス2に計25号機のホームモデルをリリースして以降毎年新しいモデルを提供している 製品は、スイスの鉄道のメーターゲージを主に、プロトタイプとしている。オム、ホム、ホエは、ブリエンツロートホルン鉄道の傾いたボイラーの蒸気、機関車と客車のセットとなるラインナップである。また車両だけでなく、レールやターンテーブル、ストラクチャーも製品化している。1989年に10周年記念モデルとして、レーティッシュ鉄道の蒸気式ロータリ除雪車をリリースした。 このザトド9213から9214型は自走式で駆動装置は珍しい3プラス3メアでロータリーの駆動シリンダーも成功に作られているので人気があるベルニナクロコダイル1999年には20周年記念としてレイティッシュ鉄道の GE4482 系ベルニナクロコダイルと雪宿汽車とラッシェル車を木箱入りでリリースしている この木箱には、ジェム4、4型ディーゼル、電気療養機関車とロータリー車も収めることができるので、かなり大きなものである。ザトド9213から9214型と、ジェム4、4型ディーゼル、電気療養機関車フェロースイス社製のモデルの魅力は、シンガーチームのミスターカートシンガーが施す、シンガーフィニッシュと呼ばれたウェザリングをされ、妥協を排した作りは、 世界中で高く評価されている。過去のリリースされた車両の流れを見ると、バーラグアイゼンバーン車発行のディダンプフラコも多分、デアラタスケンバーンが下敷きになっている。完全限定生産品だが、客貨車は再生産している。動力車もナンバー違いで生産されているが、同じナンバーの製品は制作していないので、人気車種は中古市場ではプレミアがついて、高値で取引されている。 今リリースされている、ジェット燃料輸送のタンク車も過去に一度リリースされている。1979年から1999年までは、乗降車が供給していた。2007年現在は、モデル水門が製造している。フェロースイス社が発売したモデルは、自社発行のシュマルスパーダイジェスト1から4号の小冊子に紹介されている。それ以外に毎年、 オクチエルと題されたパンフレットが発行されていた。ありがとうございます。